やっ、頼んだわよ。こいつはどうだ。しびれなさい。逃がさないわよ。これはお仕置き。こいつはどうだ。これ。おとなしくしやがれ。風だ。風邪ひくなよ。
消えるんだ。に任せて。今は普通のライアーしかないけど、これくらいの風の障壁なら天空を使うまでもないって。んな敵中だ。全員戦闘準備。その前にまずはお掃除からだね。普通こういう雑用は詩人がやることじゃないんだけど、しかしどういうことだ。風流廃墟の周りにヒルチャールの巣などなかったはずだ。しびれなさい、しびれなさい。ヒルチャール、普通は元素濃度の高いエリアでしか活動しないんだけど、ここにいたら体への負担が大きいはずなのに。アビス教団が裏で手を回したんだろう。しかし僕たちがここに来ることに確証はなかったはずだ。僕たちの行動を阻止するため、おそらく教団はあちこちに兵を投下している。じゃ早速。今回の観客は風だけだし、弦を弾くスピードを速めてもいいよね。あ、本当に進めるようになった。お前もたまには役に立つんだな、吟遊野郎。ここからが本当の風流廃墟だ。
みんな気をつけてくれ。体でどうやって巣まで戻るんだろうな。人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしておこう。
ないよ。消えるんだ。行き止まりだね。なあ、あそこの屋根、でっかい穴が開いてないか？うん、あそこの雰囲気は利用できるかもしれない。うん、回り道になるけど、行こう。うん、回り道になるけど、行こう。この廃墟にハビスの魔術師が隠れてたりしないよな。もし出くわしたら、そこは勝ったことのあるディルックの旦那に。相手を甘く見ない方がいい。あ、いや、これは別に自分の腕を自慢したいわけじゃない。あいつらには予想外の手が残されているかもしれないという意味だ。そうだね。だから僕も君たちと共に行動すると決めたよ。君たちの安全のためにね。ああ、僕ってば本当真面目すぎ。詩人には向いてないよ。竜の涙探しには全然参加しなかった上、ずっと酒場にこもって酒を飲んでたくせに、どこが真面目なんだよ。嘘つくな。この瞬間、お前は永久。ウサギ伯爵。本当に。やみつきにならないでね。
こいつはどうだ。おとなしく。